ヤウレッグの発熱療法と HSP 熱ショックタンパク質古代ギリシャのヒポクラテスやガレノスの時代から伝承される治癒の記録として発熱に関するものがあるどうすることもできない病気がまれに発熱によって治癒したとの記述がある今日までたびたび登場する発熱による治癒の例そこには必ずいいものが隠されているに違いない オーストリアの精神科医アウレック博士1857-1940研究生活のほとんどを発熱療法に捧げました諸子貫徹やればできるを絵に描いたような人物です進行性高気梅毒の症状である麻痺性地法をとてつもない発想から生まれた発熱療法の一つである通称マラリア療法で多くの患者を救いました 長年の業績が称えられついに1927年ノーベル生理学・医学賞を受賞精神科医としては世界で初めての受賞でしたことの発端は1887年進行麻痺の患者が単独を患い高熱を発した後麻痺が良くなったことからヤウレッグは発熱療法に確信を持つようになります と言いますのも、以前から多くの精神病が熱性疾患の影響で明らかに警戒することを何度も観察していました。同年、マラリア接種による進行麻痺の予防並びに治療についてを発表。すでにこの時、マラリアを用いて発熱させるという治療法を考案していたのでした。なぜマラリアなのか彼の電気によると、 マラリアが流行する地域に後期梅毒の患者がいないという理由からでしたノーベル賞クラスの方はひらめき方もノーベル賞クラスよく継続は力なりと言いますが30年余り一つのテーマで研究が続けられたということは奇跡としか言いようがありませんしかも発見した発熱療法がマラリア原虫を使い 患者をマラリアに感染させるという方法ですちょっと仰天するようなその発案は冒頭のいいものが隠されているはずだという強い信念からでしたご多分に漏れず研究の道のりは決して平坦ではありませんでした彼は早くからマラリアの特効薬であるキニーネによってコントロールが可能なのだから患者にマラリアを摂取しても問題ないと 考えていたようですしかし周囲からは治療の名を語る殺人ではないかとの指摘を受け実験の実施をはばかっていましたそこで代替する方法として国府発見していたツベルクリンや高温浴などあらゆる熱利用を試みますしかしいずれも一時的な効果にとまり治癒には程遠いものでしたやはりマラリアしかない そうう。考えていたのでしょう1917年ようやく弱毒性の3日熱マラリアを用いて治療法を完成させます電気によると3日熱マラリアを用いる前は熱帯熱マラリアを使っていたようですしかし成功はしなかったこれは私の推測ですが成功しない死んでしまったのではないでしょうか普通の人ならば ここで研究をやめてしまうう。ことでしょうしょかし彼は諦めなかった症状が周期的に完結するつまり休止期間のある3日熱マラリアではどうだろうかこのひらめきが成功の種になったのです HSP が病気を必ず治す伊藤陽子著ビジネス社官最近注目の HSP 熱ショックタンパク質 HSP はヒートショックプロテインの略。その存在は30年以上前から知られていました。それが、なぜ、今頃話題になるのか ?HSP は、熱損傷を受けた細胞を修復するタンパク質群の総称で、体全体にあまねく存在していると考えられています。細胞が損傷されれば、すぐに修復し、 元の姿に戻ろうとしますそうでなければ私たちは生きていけませんね。あまりにも当然のことゆえにこれまで注目されることがなかったということではないでしょうか。人類は50万年前にすでに火を使用していた形跡があります。本来動物は火を恐れ避けます。なぜなら体を構成しているタンパク質は熱に弱く。 火は申すまでもなく高温で燃えているものを触ると瞬時にして体表のタンパク質は破壊されてしまうからですところが人間だけはその火を調理や暖を取る道具あるいは焼き畑の原型のような食料調達の手段として利用してきましたおそらく人類はそのような生活上たびたび火傷を負ってきたのではないかと思います そして、火けどを早く治す種が生存に有利になり、その末裔が私たちなのかもしれません。熱によって誘発される HSP の由来は、このような遠い過去の遺産に、その起源があると考えてもおかしくない。また、日本は、温泉国で、当時という治療法を行ってきました。言うまでもなく、温泉の湯で体を温め、 病気を治していたのです中でも弘法大師空海が作ったとされる湯治城が有名です。讃岐国大川郡三須市香川県阿波国中郡辰江徳島県伊予国越郡桜井愛媛県秋国の福島広島県など全国津々浦々に存在します。奈良時代には美人として名高かった孔明皇后が仏教祈への本願からた。 千人浴行を行ったとされその千人目の難病者が一瞬にして治ったという施せ翌伝説も残っています鎌倉諸島オモ商人によって鋳造された東大寺の大湯や武田信玄の隠し湯など当時の歴史には埋挙に糸間がありませんそれでは HSP は現代人にとってどのような効果が期待できるのでしょうか 先の伊藤陽子先生の著書によると、1、生体防御作用が得られる。2、がんや細菌を殺す力が強くなる。感染しにくくなる。3、薬剤の細胞内取り込みが良くなる。薬剤がよく効く。4、運動能力が向上する。5、代謝が活発になる。細胞が元気になる。脂肪が燃焼される。六 老廃物が汗から出る7痛みが緩和されるいいことづくめですねただしその有効期間は2日後をピークに1から4日ですつまり何にでも効くがすぐ効果はなくなるというのですここは重要なところです2日後をピークにというのはヤウレッグ博士が症状の連続する熱帯熱マラリアで失敗 完結する3日熱マラリア約48時間周期で成功するというリズムに同じです。もう一つ、すぐ効果はなくなるというのは、逆に見れば副作用もなくなるということにもなりますので、安全であると言えます。現在、温熱療法を研究しているハイパーサーミア学会によると、HSP の守備範囲はがん治療にも有効で、 抗原定時のがん細胞ののマーキンングやリンパ玉の活性促進に特徴付けられるとということです。細胞が43度で死滅するということはよく言われていることですしかし高温になればなるほど自律神経は交感神経優位になり白血球中の下流球像 O の状態を作り粘膜破壊を起こしやすくなるのでがん治療に不利と言われます ハイパーサーミア学会の現在の見解ではむしろ穏やかなかゆたかによって免疫力を向上させる方が有利と見ているようです。その点私の提唱する全身びわ温熱法は高温下で行うにもかかわらず東洋思想の引用理論を応用して気持ちがいいという状態を作り出すことによって熱刺激を最小に抑え 交感神経を鎮めるということを同時に行います。高温かつリラックスを両立させることがポイントです。詳しくは第8章で説明しますので参考にしてください。また、体温の上昇は細胞新生には負けの作用を表します。がん治療に関しては異常な増殖を抑える意味においてプラスになるのではないかと思います。さらに、 第2章「鉄の逆襲」で取り上げた余分な鉄分のサビ酸化を減らす方向にもあります。目標は病気に打ち勝つ体質づくりです。